こんばんは。こんばんは。これからの八戸を考える時間です。そうですね。もうブラブラと、はい。ちょっと真面目なノリでやってみようかなと。引き続き皆さん見ていただいている方残念なんですけど、引き続き深夜枠ですので、はい、よろしくお願いします。私の顔が映ってるうちは、あんまし面白い番組は期待しない方がね、まさかまだ100人も残ってるとは思ってませんでしたけど、はい、100人も残ってる。そうなんですよ、びっくりしましたよ、はい、これは今ちょっと映ってないですけど、ただのマック好きの2人ですからね。そうですね、立ち上げとかじゃないですからね。ただのマッカーですから、はい、そういう感じでやっていきますんで、はい、今日よろしくお願いします。で、この時間は、我々の出身地、まあ、出身地といっても生まれとかはまた別なんですけど、うん、である八戸についてですね、はい、なかなか仙台で普段番組をお届けしているので、うん、八戸の方まで情報を If I Am でお届けする機会がないということで、ちょっと深夜枠を利用してですね、はい、八戸の情報を発信していこうと考えておりますので、うん、今日は我々2人だけではなくてですね、もちろん深夜枠にふさわしいゲストを、お呼びしておりますので、一緒に3人で、ね、はい、話してみたいと思います。それではどうぞ。じゃあ全員改めて全員自己紹介しましょうか。はい、じゃあ改めまして、先ほどちょっと、ツタン演奏させていただきました社会人の漆田と申します。八戸の隣の三戸郡橋上町出身、八戸東高校卒業社会人です。よろしくお願いします。はい、はい、今は東北学院大学工学部電気情報工学科4年の立花光太です。はい、でこの大学に来る前は八戸高専にいて5年間八戸にいました。そう、八戸高専ね、はい、頭いいとこですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これマイク大丈夫、拾ってます？目の前にあるけどいいのかな。あんまりパソコン目の前じゃない。そうそうそう、はい、じゃあ続いて、はい、なんか、あ、では自己紹介させていただきます。東北学院大学法学部4年の庭田園香です。出身は八戸市で、出身高校は漆田さんと同じく八戸の東高校です。はい、といっても私がいたかは表現科というところで、できてからその時は4年目で、もう何年も経ったんですけど、私は4回生でした。はい、すごい今緊張してるんですけど、すごいですけど、なんかすごい伝わってくるわ。そうですね、懐かしいわけですよ。つまり私が要するにその高校ね、ハイスクールライフを送ってた時の夏の女の子はこの服だったわけですよ。そっかそっか。でしょ、元女子校だから。そうなんですよ、ね、意外とね、可愛いんですよ。なんだ、これよく見たら、実はこれ画面見たらまだ映ってないんだね、これね。あ、そうなんすか。今足映ってるこれは、私はこの状態でいいんですか。あ、なるほど、意外とじゃあ今、生殺し。うわー、じゃあ我々の母校の、夏服をね、じゃあお披露目しましょうか。いくら深夜枠だからって、こんなことのノリでいいの。ほうじゃあ行きましょう。ぜひご開陳です。これいやいいっすか。今何が起こっているのか行きましたか。はい、こんにちは。はい、こんにちはってなんだよ。いやこれさ、一応あっち側にね、あっち側に女の子たちも控えてるんですけど、基本的にすごい男ばっかりこっちに寄ってきて、なんかすごい今冷たい目で見られてるんじゃないかなと思うんですけど、え？一旦くるっとする、くるっとする。何の審査会だよ。すごい怖いんですが、これは、すいません、これはここで回るんですか。そう、ここで。とした後に自己PR。日記のもん聞いたら、本当に聞いたら困った。なんでそんな無茶ぶりするんですか。方言も聞く。くるっと回って方言。くるっと回って方言。はい。くるっと回って。方言。すごい緊張するこれ。すいません、ちょっと緊張してて何も言えない。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
視聴者増えてる。いやすごいな。すごい。あの皆さん言っておきますが、私未成年じゃないので、あもうそうですよ。ちゃんと超えてるので。健全な番組ですからね、これね。はい。皆さん勘違いのないようにお願いします。はい。というわけで、はい、客寄せをしつつ、この時間はですね、我々の地元である八戸について語っていきたいというふうに思います。まあ実は八戸市というのは、震災とか津波による被害というのはそんなに多くなかったんですよね。はい、あの確か青森県全体で4名の、亡くなられた方がいて、でそのうちの、津波で亡くなられた方はあの八戸の近く、あの北の方にある三沢市という市で、亡くなられて犠牲になられた方がいらっしゃって、八戸はあのもちろん津波は到達したんですけども、意外と、町としてはあの無事だったというところですね。私ゴールデンウィークに、去年のゴールデンウィークに八戸に帰ったんですけど、結構なんか海岸沿いが崖になってるんですよね。そうですね、そうそうそうなんですよ。だからあんまりそもそも民家とかっていうのがあの沿岸沿いに少なくて、なのであんまりあのっていうのと、あとはまあ岩手や、ね、あの宮城に比べると震源地から離れてたっていうこともあって、同じ三陸海岸でもあまり被害が大きくなかったのかなというふうには思うんですけども、はい、んゲストゲストもうちょっとやります、はい、すげえな、すごい増えてるんです。まあ、じゃあちょっとこっち中心に移しましょう。そうです、はい、これが八戸の方向で、八戸東高校ってもっと女子校だったんですよ。そうなんですよ。そうなので校訓にまだ優雅って入ってるんですよ。そうですね、優雅とか協調とか、はい、優雅にね番組をお送りできればと思いますんでね。はい、はい、そうですね。地震の後八戸帰りましたか、お二人？帰りましたね。といっても私も帰ったのは夏だったので、結構経ってからだったんですけど、うん、でもお母さんにまあいろいろ状況は聞いていて、でその結構時間が経ってたんだけど、その鹿児島にある鹿児島神社の近くのトイレがひっくり返ったままずっと治ってないんだっていうふうに言われて、実際見に行ったんですよ。はいはいはい、そしたら本当に治ってなくて、はいはい、そのコテンってなった屋根の上に海猫がバーっていて、ね、すごいなんかちょっとシュールな絵になってたんです、はい、です。今日あの鹿児島の写真持ってきてるんで、後でちょっと見てみましょうか、ぜひ。はい。ロン君はどうでした？僕は八戸で地震に遭いましたんで。あ、そっか。そうなんですよ。あ、そうだそうだ。確かに。こう、そう、はい、あのロン君は、はい、その高専を卒業する、そうです。卒業した直後か。卒業する前ですね。前か。ちょ、3月16日に卒業式の予定で、卒業式なんですけど、3月11日だったんで、に震災が起きてと。はい、震災が起きて。そっかそっか。ちょっと実家に帰ろうとしてた日に起きたんで、うん、もう食料もないわ、いろいろ大変でしたよね。一人暮らしだったわけですか。一人暮らし。あ、寮。いや、本当にアパートで。アパートで一人暮らしだったんだ。しかも学科で僕しか一人暮らししてないんで、うん、誰もなんか助け合える人がいないっていうね、はいはい、あとみんな地元みたいな。そうそうそうなんですよ。なるほどね。そっか、それ大変だったね。ちょっと、それがなんかね、きつかったっすね。八戸ってどれぐらいで電気とかそのインフラ復旧したんですか？僕は1、あ、2日ぐらい。2日目の夜ぐらいだったかな、確か。じゃあ仙台の中心部と同じぐらいの感じなんですかね、そうすると。水道とかガスは影響なかったですか？一部あったみたいです。だけど僕のとこは水道もガスも大丈夫でしたね。都市ガスのとこはやっぱダメだったみたいです。ああ、やっぱそこは仙台と一緒なんですね。実家は都市ガスでやられてましたね。なかなかね、あの仙台でも震災の地震の後結局ね、電気が、まあ今電気も良し悪しあると思うんですけど、うんうん、電気が復旧するところが、電気でお湯沸かせるところが一番ね、お風呂に入るとかそういうの便利、都合良かったりしてましたからね。それはなんかどこの地域でも変わらないのかなというところ。八戸の沿岸部はじゃあ海猫、あの鹿児島っていう島があるんですけどね、八戸で言うと、そこ見てきたっていうところですかね、うんうん、他見ました？他ですね、まあ海岸線ずっと行って、まあ、岩手の県北の方まで、まあ、見てたんですけど、うん、なんか岩手の県北にもお父さんの実家があって、そっちの方はすごい高い堤防があったので、うん、ギリギリ大丈夫だったっていう話を聞いていて、はいですね、あとは友達の家とかが床下浸水はしたって言ってましたね、うん、はい、写真出ますかね、写真って僕の方映りますかね。そうなんですよね。あの、水が
我々が何の話してようがセーラー服しかそうですよね。ツイッター上のリアクションは全員セーラー服ですからね。関係なくどんどん話をみんながセーラー服に夢中になってるうちに八戸のことを植え付けるっていうね。今日何が目的かというとですね、あの八戸ってあの実はあの震災の2日前かにあの青森新幹線っていうのがこう延伸しまして、あのそれまでは5日か、そう、あ、持ってきてる、素晴らしい、これちょっと見て、これあのセーラー服だ、セーラー服のセーラー服ゲームって話、そうですね、ほら、ね、ほら、もうセーラー服にしか興味ないからさ。そうですね、先ほどお話があった通りに、はい、東北新幹線のではなく、今度ははやぶさが3月5日にデビューいたしまして、でこれに合わせて、東北新幹線が全線開通したっていうのがつい地震の1週間前だったんですよね。そ, うでそれまでは八戸駅っていうのが実は新幹線の終着駅だったんですけど、はいはい、あのこの新幹線開業に全面開通によって八戸っていうのは、まあ、ちょっとこうあんまり新幹線が止まらない駅になってしまったという事情があって、まあ、我々としては大変な憂慮を、ね、していたんですよ。このままじゃ八戸に誰もいなく、ね、人が来なくなってしまうんじゃないかと。はい、お写真出てきましたね。お、はい、これが種差し館あたりですか。そうですね、これは種差しを南からずっと北に行くと言ってるんですけど、ちょっとじゃあまたどんどんめくっていってもらっていいですか。次の行きますね、はい、これも、はい、これも、沿岸、これ種差し海岸駅っていう。ああ、そうですね、駅ですね、はい、八戸線の駅ですね。そうそうそう、だからこの駅は多分私が来た時はまだ止まってましたよ。八戸線も直るの結構遅かったですよね。遅かった、だって本当に海沿い走ってますから、うん、なんか9時までじゃないですか、うんうん、9時まで全然通らなかったですよね、はい、本当に、うんうん、そうなんです、そうです、あの岩手県の9時っていう地域、今岩手県にお住まいの方は知ってるかもしれないですけど、うん、結構八戸なんですよね、あのどちらかというとこう、八戸、ね、県域ですね。そうそうそう、盛岡よりも八戸とのつながりが深い9時っていう市があって、うんうん、そことの、まあ、ラインが結構断たれてしまったっていう状況だったんですよね、うんうん、はい、ポチポチでいきましょうか。これ津波の被害ですね。結構だから見て分かる通り、あのただのね、なんか草むらであって、決して民家とかはあんまり多くなかったんですけど、津波はもちろん到達していて、もう木とか完全にひしゃげちゃってますね、はい、これが八戸の、震災後の状況だったわけですね、はい、ああこれもですね、そうですね、まあ、サクサクいきましょうか、引退の形は、はい、でこうこれがこうあのやっぱり、人の死害は少なかったんですけど、あの工場って得てして、ね、あの沿岸部にあるので、工場は結構被害を受けてます、はい、あ、住宅も、うん、住宅もありましたね、はい、という形ですね、はい、そうで、これがさっきのやつ、うん、これがあの、生き残った船っていう、あ、本当書いて書いて、そうそうそう、311津波の生き残り船っていうふうに書いてあって、ね、これが陸に上がっていたのでちょっと気になって写真を撮ってました、うん、こういったふうな、はい、で多分ポチポチ進めていくと、さっきセーラー服の園香ちゃんが言っていた株島があるんですよ、はい、いや、セーラー服って言わないと誰も聞いてないかなと思って、はい、展望台と、はい、お、株島あたりに、はい、これがね、株島です。これあのシルエット見えますかね、はいはい、これ、これ左の方に、はいはい、あの建物が建ってるんですけど、これが神社なんですよね、実は、はいはい、あ、鳥居見えますね、ここから、はい、うん、ちょっと、はい、逆光ですけど、はい、これは、これが案内所、はい、そうですね、だからかなりここはもう津波届いてるんですね。ただ神社自体はこう崖の上に建てられてるんで、実は神社自体は無傷だったというようなところですね、はい、でこれじゃないですか、トイレだ、これがトイレ、さっきセーラー服の園香ちゃんが言っていたトイレがこれです、はい、セーラー服の園香ちゃんが、はい、そうなんですよ、確かに確かに、真ん中でひっくり返ってます。これはゴールデンウィークなので震災から2ヶ月弱ですね、夏でもまだ治ってなかったので、はい、このままだったっていう感じなんですよね、はい、で、はい、あの見えると思います、ここの鳥がたくさん飛んでるんですけど、この株島というのが海猫の飛来地なんですね、ね、すごい有名なんですけども、この株島、なんでか、なんでここなんですかね、この株島神社っていうところにすごくたくさんこの海猫が集まるんですよ。でちょっともうちょっと近い写真もあるんですけど、確かに俺それこれ考えたことない、おすげえ、こんなにいるんですよ海猫が、これはすごいな、海猫だらけ、まだ他の写真もあると思います、はい、
こんな風に、ね、あの目の前にいて、で、産卵してるんですね、うん、で、あの卵を温めてます、ね、うん、この鳥は律儀になんか人間が作った囲いの中に、うん、あの巣を作ってくれたみたいなんですけども、うん、まあ、こんな行儀のいい鳥はほとんどいなくて、うん、至る所にあの多分、鳥がいる。次行ってみましょうか、はい。おわ、これ全部そうじゃないですか。そうそうそう、これあの分かりますか、ね、これちっちゃいの。よく見ていただくと分かるんですけど、白いの全部これウミネコです。はい。タグシマ。あ、ちょっともうちょっと。すごいわ。前の写真。このペースでウミネコが、これはだから一角だけなんで、これの反対、今ちょうど神社を背に向けてるんですけど、神社にも同じぐらいのウミネコがいて、左にも右にも。奥にも手前にもこれぐらいのウミネコがいるっていう、うん、まあ、これぐらいのウミネコがいるっていうことは普通に歩いてたらフンをかけられるっていう、はい、そう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 、あのこのここはね、このシーズン傘なしでは来られない場所なんです。ビニール傘が必要なんですよ、本当に。フンだらけになりますからね。すごいですよ本当に、はい、かるわ。皆さん気をつけてください。難しいですね本当に、はい、でこれが観測カメラですね。もう全く人間のこと警戒してないですからね、うん。この鳥って毎年同じ鳥が来てるんですかね。もうちょっとなんか警戒しても良さそうなものを、うーん、慣れちゃってるんですかね。でもその日本ではここカブシも伊達らしいんですよ。こうやって人間とカブシ、ウミネコがこんな風に近くで見れる場所って実は日本に一つ伊達らしいんですよ、はい、ということでぜひね来てください。カブシマ祭りって何月でしたっけ。カブシマ祭り、ね、ちょっと調べましょうか。カブシマ祭り、株式祭り、傘がないと大変な株式祭りなんですけど、5月、はい、へー、いやー、ここに来るとき4月15日、今年は4月15日、明日だ、明日だ、明日だ、というわけで、あ、今日だ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 、今日ですよ、日は日越しましたもんね。じゃあ皆さんちょっと今日これから八戸に行ってください。いや番組を見てほしいんだけど、あれ番組を見ながら八戸に行ってください、はい、そうですね。株島祭りって祭りやっていて、こんな感じでウミネコと触ろうと思えば触れるんで、ウミネコに、まあ、あんまり綺麗じゃないと思うんですけどね、はい、こういうのやってます。はい、乗れば餌あれますよね。あ、そうですね、そうそうそう、はい、これ別になんか変なシーンじゃないんですけど、ただ単になんかじゃれてるんですよ。まあ結構これを4、5組見た、このなんか鳥の上に乗ってるなんか威嚇行動とかなんですかね。すごいよく、まあ、じゃれて遊んでましたね、ウミネコがたくさん、はい、あ、で上から見下ろすとこんな状態になってるということで、確かにな、はい、ね、で奥の方にあるのが多分これ太平洋金属さんですね。はい、八戸も、まあ、港町なので、まあ、港もありますし、結構そこから出荷するためのっていうか、そういう工場も結構たくさんあって、うん、こちら産業都市なんだよね。そうですね、意外と経済というか産業もあって、ね、被災をしてましたやっぱり、はい、こんな感じですね。はい、本当本当、船の残骸ですね。残骸ですね。はい、あ、横転してる、横転してます。結構被害があったっていう、ただ結構やっぱり見て分かる通りあんまり住宅地がないので、うんうん、人の被害は皆さん避難して少なかったっていうのと、あと聞いた話なんですけど、このちょうどですね、この311の日に八戸港に世界一周のクルーズが止まってたらしいんですよ。そうですね、聞いた時ありますよ。とではないですよね、なんか別の船だったと思うんですけど、観測船じゃなくてですね、うん、子供たちが乗ってるような船、子供たちが乗ってる、うん、なんかあんまりちゃんと覚えてないですよ、覚えてないな、うん、ちゃんと調べたことでしたね、はい、はい、深夜放送なんで許してください、はい、私も聞いた話ですか、はい、そうで、地震が起きて、結局船長さんの判断で地震が起きた瞬間に出航したらしいんですよ、子供たち乗せて、で、沖に出たから津波の被害を受けずに助かった、うんうんうん、だから大きな地震が起きたら実は沖に出る方が安全らしいんですね、うん、もしこれから船長になる方がいたらぜひ覚えておいてください、はい、そうやって特殊です。そうそうそう、海の男になるかもしれないです。だから海の男になったら地震が起きたらみんな沖にバーって行く、うん、みんな行く、よくね、なんか空から撮ってるのありますよね。ああ、そうそう、みんな離れてくるんですね、港から出ていくのがね。そうだ、基本的にはね、沿岸に近いければ近いほど津波の大きな状態で食らってしまうので、っていうことで、そんなエピソードも八戸に実はありましたね。はい、
ローソン。これあローソンやってないのか。もうやってないですね。ミニストップもすごかったですね。ありましたね。そうそうそう。やっぱり昼の人口は多い場所なんでコンビニは結構あったんですよね。これ最後。これ最後。あ、そうですね。中途半端な最後になっちゃいましたけど、はい。こんな感じでちょっと八戸の、様子も見ていただきつつ、じゃあちょっとあれ今もう誰もカメラもしてないけど、何セーラー服見てるんですか。そのよくわからない緊張感っていう、あの基本的にさっきから写真とセーラー服しか写ってないんですよ。俺とロン君声だけの出演なんですよ。いやすごいこの緊張感、はい、いやすごい緊張しますね。いつも、まあ、MC とかさせていただいてる時の緊張感とはまた違う緊張感で、まさかの足がつっているという事態。すごいよくわかんない感じで足の、あの、あのね、そんなこと言うと足映されるよ。いやそれはいいです。よくわかんないですよ、もう。怖い。いやカメラマンもね、ちょっとテクニックがすごくてね、映すのうまいんですよ。はい、はい、すごい怖い。もう視聴者のニーズに応えるために後半はカメラの固定を外して移動型カメラとして撮っていきたいと思います。これ全くあれあれ八戸のこと紹介する気まるでないっすよ、この人たちね。じゃあちょっと負けずに八戸の話していきましょうか。そうですね、はい。あのさっきあの株島祭りっていう祭りが出たんですけど、八戸って他にも実は有名な祭りがいくつかあるんですよね。はい、紹介してください。八戸のお祭り、これからの夏のお祭りとしては八戸三社大祭というお祭りがもうありまして、7月の31日から8月の4日まで毎年開催されているんですけれども、290年ぐらいの歴史があって、あの青森県の祭りっていうと大体ねぶたとかねぶたとかに行ってしまうんですけど、実は八戸にもそういうお祭りがあってですね、そしてそのねぶたねぶたと違ってですね、あの出汁というかこう台の上に人形とか乗せてその人形がせり上がるみたいな、でそれを子どもたちが引っ張ったりお囃子を引き連れてなんか街を練り歩くみたいなお祭りなんですけど、あのだからもうねぶたと全く違うんですね。ねぶたって紙を貼って中にこう火を入れてって感じじゃないですか。だから全く違うお祭りでなんですよね。なぜかねぶたの方が、そうなぜか、いやもちろんねぶたは派手であれなんですけど、そうなんですよね、そう三社大祭も結構音を鳴らしながら、ね、子供たち大人と行列を使って歩くっていう結構派手なお祭りで、見てると出汁がバーッと大きくなったりね、そうそうそう、それがうん、うん、なんですけど知名度がないんですよね。なんかみんな大体新幹線でまあもう開場しちゃったんで、もう青森まで行っちゃうじゃないですか。ね、でも日程的にはその7月31日から8月4日までで、そう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 。そうなんですよ。だから八戸、はい、新幹線で八戸に来て、三社大祭を見てからねぶた祭りを見に行ってもらえると、超日程ずれてるんですよ。実はタイミングちょうどね、はい、いいので。そうなんですよ。なのでちゃんともうちょっと早めにこう青森県入りしていただければ見れるんですよ。そうそうそう、確かにね。だからね、多分ねぶたにわざわざで、ね、東京の方とかから行く人って結構いると思うんですよ。なんで今年はちょっとその日程に、まあ、仕事休んだりするの大変だと思うんですけど、うん、ちょっと1日2日プラスして三社大祭の最終日を見て、うん、でこの制服をちょっと見て、それでねぶた祭りに行くと、うん、はい、ね、調べると分かるんですけど、意外と三社大祭やってる中心部から八戸東高校って近いんですよ。そうなんですよ、はい、とても近くて、はい、お寺に囲まれた神社で、ね、お寺に囲まれた高校です。ただ本当に見に行くと多分捕まると思うんでね。そうですね、はい、はい、まあ、そういう女子高校生がいることを期待しながら三社大祭を楽しんで、はい、でそれからねぶた祭りを見に行くと、はい、そうですね。そんなこと言っていいのかな。ちょっとだんだん映ってる時点でもアウトなんでね。八戸にはまあもう一つ大きなお祭りがありまして、そうそうそう、それが縁振りという、はい、これは冬の冬ですね、冬のお祭りです。そうだね、2月の17日ぐらいからですね、はい、まあ、3日間4日間ぐらい行われるんですけど、烏帽子っていうこういうのなんかコックさんの帽子みたいな感じの帽子かぶって、うんうん、で、はいはいはい、でこうガシャンガシャンって鳴らしてこう歩いていくみたいな、はい、そうそう、鉄の杖をつきながら歩くっていう、これもすごい派手なお祭り、派手な音が鳴るお祭りで、うん、そうなんですよ。まあ大体八戸に住んでる小学校のとか中学校の生徒は大体文化祭とかで、はい、まあ、みんな見えるっていう、そうですね、そうなんですよ。で、はい、そのエンブリーではま
そういう烏帽子をかぶった人だけじゃなくて子どもたちも、ね、活躍するんですよ、恵比寿舞とか、うん、なのですごい見ててなんかいろんな種類の舞があるので見てて楽しいんですよね、うん、ただまあ観光客少ないなっていう感じはしますなんかでも無形民族文化財そういうのが指定されてますよね、はい、確かに、うん、ちなみにそのシーズンだと冬服ですからね冬服なんでこれではないです、はい、これではない冬服なんでぜひ皆さんそれもね引っ張りすぎましたか、はい、先ほど言った三者大祭と、はい、今の縁ぶりなんですけど、まあ、どこで見れるのかっていったら、はい、八戸の中心街なの で、ね、まあ、新幹線で八戸駅まで行っていただいて、はい、そこから八戸線に乗って、はい、本八戸駅まで来て、はい、でそこから坂を登っていくと中心街があるので、うん、特に、三者大祭も縁ぶりも八戸市役所の方だと結構、まあ、三者大祭だったらいろんな出汁組の出汁がいっぱいわーって並んで一堂に見ることもできますし、縁ぶりも各縁ぶり組が来るし、あといろんな食べ物もいっぱい売っているので、はい、いっぱい楽しめるんじゃないかなと思います。ちなみに今年はですね、青森のねぶた祭りの開催期間が8月の2日から7日なんですよ。2日から7日、はいはい、一方の八戸三社大祭は7月の31日から8月の4日こうとなってます。そうなんです。かぶってます。かぶってうまく前後でずれているので、はい、いきなりねぶた祭りを見に行くんじゃなくて、八戸で途中下車して、はい、三社大祭に行ってからねぶた祭りに行くっていうね。これもぜひやってほしいですね。三社大祭に関しては一番の、まあ、見どころというのは、はい、まあ31日は前夜祭なんですね。ああ、はい、で1日からが本祭になって、はい、4日が高野祭になるので 1,2,3 がやっぱり一番なんですけど、まあ、去年は震災があって、まあ、順位はつけなかったんですけれども、毎年最優秀賞とか秀作とか順位をつけるんですね、はい、でそれをつけるのが1日なので、なんか他のいろんな出汁組もお囃子にもすごい力を入れるし、一番見応えがあると思うし、街を練り歩くので、確かにね、はい、もう一番いい時なんじゃないかなと思います。ユリノキ通りとか一番いいですね。あ、いやー、ユリノキね、ユリノキ通りね、懐かしいですね、はい、学校のすぐそばだったんですよね。そうですよ、私の高校のこの校章もユリノキなんで、うん、あ、そう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 、そうなの、そうなんですよ、ユリノキ、ユリノキボールっていうねそうそうそう、ボーリング場があってね、まあまあ、はい、僕らが夜中まで遊ぶところなんですよね、はい、夜中まで、はい、夜中までね、はい、夜中まで遊んでいいのか、はい、もういいか、あ、もう大学生です、まあ、全然大丈夫です、はい、まあ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 、そういう場所ですね、そういう場所です、はい、それではですね、はい、ちょっとまあ、八戸のトーク、八戸の魅力は語り尽くせないんですけど、はい、多分比較対象がないとちょっと八戸の魅力伝わりきらないんじゃないかなということでですね、ちょっと今日は特別にゲストがなんと、はい、いるらしいんですけど、さっきまでいたんですけど、ゲストいますか、ゲストの方がですね、お、じゃあちょっとのぞいてなんで、ちょっとこちらにお越しください。ぜひあそこの椅子持っていただいて、セーラー服の横に座ってください。そうです、はい、どういうことですか、はい、いやほらはい、お願いします。じゃあお名前と出身をぜひお話しください。私伊藤です。出身は青森市です。青森の都会です。うわー、なんか今なんかちょっと、ああ敵ですよね。実は僕も青森市出身なんでね、はい、そうだよね、まあね、はい、でも敵だよね、まあ正直どっち、じゃあロン君はさ、どっちなの、どっちなの、八戸と青森市どっちの方が素晴らしいと思うわけですか。僕ですか、まあ、僕は、まあ、ちょっと囲われてすごいなんか圧力を感じるんだけど、はい、八戸に住む前は八戸の方が栄えてるなって僕ちょっと憧れてたんですよ。でも実際住んだら、うん、青森の方がいいとかって思ってしまいました。はい、ちょっと交換して、はい、交換しましょう、はい、そうがっかりがっかり道理でなんかあんまり話乗ってこないと思ったら、いやー、そんな、まあ、まさか裏切り者がいたとは、まあ、そんな、まあ、青森なんですね、青森なんですよね、何ちょっと友情芽生えてるんですか、青森ライバルね、たくさん実はですね、青森市と八戸市っていうのは、うん、歴史的には実は違う、なんていうんですか、文化だったんですね。そうなんですよね。江戸時代は
津軽藩と南部藩っていうふうに分かれていまして、で、まあ、どちらも、なんだ幕府軍についたっていう経緯があったことから、うん、まあ、他にもいろんなそういう地域福島とか山形も多分そういう地域だと思うんですけど、廃藩置県等が行われるときにあまり、当時のそれまでの文化圏をあまり考慮してもらえなかったという事情があって、非常に仲が悪いんですね。そうなんですよ。津軽藩と南部藩、表すとこれです。前にもやりましたけど、はい、八戸がここで、はいはいはい、下北、はいはい、青森、弘前でここら辺で分かれます。野辺地のあたりで文化が分かれます。野辺地のあたりってのは多分通じないからね。まあ、青森県の人だと分かると思います。分かりますね。野辺地ちょうど変わるんです、はいはいはい、でこっち側が南部、こっち側が津軽になります、はいはいはい、で言葉も変わります。そう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 、皆さんがよく津軽弁って有名、なんかこうテレビとかでなんかあんまり良くない取り上げ方されたのがありますじゃないですか。で、 す、ね、でも八戸の人たちってのは津軽弁喋れないんですからね、基本的に文化が違うので、うん、へーってへーってそしてちょっとだけ突っ込んでいいですか、はい、このスタジオですね、ちょっと向こう側がちらっと見えるんですけど、はいはい、なんかパジャマの人がいたように見えたんですけど、パジャマの気のせいですかね、なんかパジャマの人いたような、多分気のせいだと思います。気のせいですか、はい、なんかチェックのパジャマ着た人がいたような気がするんですけど、そうなんですか。チェックのパジャマの方いらっしゃいますね。チェックのパジャマの方なんかいた気がするんです。 iPad いつも持ってる人がなんかチェックのパジャマだ。あれおかしいな、彼この後出番あるはずなんだけど、この後出てくるはずなんですよ。あ、パジャマで登場ですかね。じゃあパジャマで登場する彼をちょっと楽しみにしていただいて、まあ、そうですね、期待しつつ、はい、青森ってちなみに何が面白いんですか。ねぶたですかね。ねぶたですか。ねぶた以外になんかあったりしないですかね。比べて住んで比べるとやっぱり中心街にちょっと若い人たちがなんか買うっていうか、ネックが潰れちゃったの僕的に一番痛いな、ね、そういう経済的な話を言われても太刀打ちできないんですじゃないですか。もうちょっとなんかこうさ、文化的なことそう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 、文化的、三内丸山遺跡があります。おお、なんだこっちだって、これかわいい遺跡ってのは規模がね、いや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 、これかわいい遺跡の方が、あれこれかわいい遺跡の方も古いんだよ確か。あ、そんなことないか。縄文土器作れるんですよ。そうそうそう、小学校の時に作りに行きましたよ。あと根城史跡もありますよ。うん、確かにね。でも、はい、いろいろ学べますよ。もう、はい、まあいいや、ちょっとこれから遺跡、ちょっと俺、はい、知識が曖昧なんで、ま、ちょっと負けを認めますけどね。これからもでも今、新しくなりました、博物館で。そうですね、そうそうそう、前に行ってきましたけど、そうなんですよ、うん、結構いろいろ、なんだっけ、合掌、どうなんだっけ、そういうのありました。合掌作り、え、合掌、なんだっけ、なんか手や、なんだっけ、なんだっけ、道具であってる、道具ね、あれ、飾ってあるんですよ。うん、うん、ということで、うん、知らないでしょ。わかんないです、わかんないですよね。だって、俺も青森市行ったことなかったですもん、だって。結局新幹線ができないと遠いんですよね。遠いですね。仙台の方近いんですよね。電車で、どないでしたっけ、2時間とか、ね、2、3時間かかる、うん、しかも高速車で行こうとすると一回八戸自動車道を南に行ってからこう回って青森市に行かないといけないから、高速だとそうですよ。めっちゃくちゃ遠いんですよ青森市って。八戸から分かれますもん、うん、そうそうそう、分かれちゃうんで高速道路が途中で。そうだから別にね、我々の世代って実は そんな、まあ、喧嘩とかはしてるわけじゃないんですけど、結果的にあんまり交流がないという、お互いの文化を知らないっていうね。そう、でもね、そう、こっち青森市にねぶた祭りがあるように、実は八戸市にも三社大祭とかエンブリっていう2つもお祭りがあって、ね、八戸にもこれかお遺跡っていう遺跡があって、そうなんですよ、ね、本当に、うん、対照的になってますよね。そう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 、あとなんかせっかくなんで青森の魅力ってないですか。何ですかね。青森市には、はい、青森県立美術館があります。県立美術館、ほう、ほう、確かに、ぜひ、確かに、どんなのが飾られる、常設展とかある。最初、一番最初はシャガールの絵を。シャガール、僕見に行きましたね。なんか宗像志向とかじゃないんですか。あと、宗像志向記念館は別にあるんです。あ、そうか、別にあるのか、そっか。あと、青森県っていう犬が、知らない、何それ。奈良義人さんがね、ちょっとでっかい犬があるんです。へー、
そうなんですね。はい、青森県立美術館の、はい、そうですね、駐車場で僕はバックの練習いつも夜にしてます、ね。あ、バックの練習は車で。はいはいはい。いろいろ駐車場使ってます。そう、もう車ないと生きていけないですからね、はい、青森県まで行っちゃうとね。そうそうそう。美術館の隣に三内丸山があるんです。そうなんですよ、すぐ歩いて10分もかかんないで、本当にそうなんだ、すぐ近くなんですよ。へえ、うん、なんかちょっと青森市面白そうですね、うん、まあそうですよね、なんかちょっと負けた感じしますよね。負けた感じ、負けちゃいないんですよ。なんかこうちょっと今ちょっと勝ってるね、本当に勝ってる感じの。そうですよ。いやでも八戸ももっといいとこあるんですけど、鹿児島神社ありますからね。どうですか、ああいうのあります？青森ラブリッチがある。ラブリッチ？ラブリッチ？ラブリッチってなんですか？ちょっとね、ネブタの時に似合う。どういうことですか？どういうことですか？あるんですよ。アスパムとかわかりますかね？アスパム。そこからちょっと八甲田の方に、うん、ラブリッチっていう人だけが歩けるちょっと橋があるんです。へえ、うん。なんかラブとかリッチとかなんか関係あるんですか？まあそういうのにかけてるんでしょうけど。そういうのってどういうのですか？そういうの。そういうの。そういうのに。はい。上行ったら八戸だって八戸大橋ありますよ、まあね、八戸には八戸郷土カルタっていうのがあって、まあ小学校の時に大体みんな覚えさせられるんですけど、歯だったら八戸大橋夢いっぱいっていうのがあるんですよ、はい、なのでまあ八戸としてはまあ結構ポピュラーな橋なんですけど、まあ愛が芽生えるかは分かんないですね、はあ、デートスポットあるって聞かれてたんで、じゃあデートスポットなんですかそこは。ラブリッチ、デートスポット、一応デートスポットなんだ。デートスポットか、八戸のデートスポットってあるっけ？なんかありましたっけ、デートスポット。図書館とかし。図書館行ってたんですか、図書館。いや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 、まあ、俺のことさておくとして。八戸キャニオン。え、なんですか？八戸キャニオン。八戸キャニオン。八戸キャニオンっていうちょっとあるんですよ。なんて言うのか、場所。なんだっけ、俺それ知らない、知ってる？知らない。ちょっと待って、知らないんだけど、八戸キャニオン。どういう知る類の。やつですか、あの臭くっていうか、なんか砂を、ああ鉱山、鉱山だ、八戸鉱山のことか。いやいい、あのね、鉱山にデート行かないんじゃないかな。うん、多分石灰臭いと思うよ、すごく。うん、行かないですね、なかなか。Google Earthでも見えるらしいですね、はい、あんまりこう。あ、そうそうそう、めっちゃ、いや、確かね、社会科見学では行った。うん、うん、本当にもう、こんなに削れるんだってぐらい削ってあるから、びっくりするんですよね、あそこは。うん、もうなんか電波とか届かないし。へー、うん、知らなかった。そうそうそう、これいや多分見たことあるんじゃないかな、本当ですか。うん、こういう鉱山帯の奥の方に、市の境のところ。あ、そこ俺橋上に住んでたから。いやでも社会科見学行ってるかもしれない、ね、絶対行ってると思います。うん、まあでもデートスポットじゃないですね。デートスポットじゃない、そうデートスポットだって言ったら、まあ、もう深夜はいいと思いますけど、八戸の隣の橋上町あたりは、うん、いやもうね、それね、デートじゃないんです。それはね、デートの次なんだよ。橋上町っていうか、八戸からまあ橋上の方にこう行く道とかね、45号線とかね、45号線とかすごいんですよ。この時間だから行っちゃいますけど、私だから小学校、中学校とか歩いたり通ってたわけじゃないですか。そうすると通学路の ところにですね、あの黄色い紙風船とか赤いハンカチとかなんかそういうところを通って学校に行くんですよね。あった、うん、休憩とか書いてあって、うんうん、なんだろうな、休憩はしなかったんですか。休憩はやっぱほら小学生だったから、まだ、ね、歩いて、ね、あの元気に学校まで飛びつくんで、なんでこのところを休憩するのかなみたいなね。そうそうそう、うん、白い何度かキャッスルみたいな。なんかすごいたくさんあったのを覚えてますね。そうです。青森も波岡がちょっと最近編入っていうか、そうですけど、あの辺の大釈迦とか五所川原に行く道があるんですよ。あそこら辺はちょっとで、ね、すごいで。にぎやかな。なんとかキャニオン。なんとかキャニオン。猫キャニオン。キャッスル。いろいろあるんですよ。デートスポットじゃないよな。もうちょっと。綺麗な話を、綺麗な、ですね、はい、綺麗な話。発色センターぐらいしかないよね。あ、そう、発色センター、発色センターってデータスポットなのかな。でもデートじゃないですよ。いや、私的には宮城公園だと思いますね。宮城公園か。あ、はい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 。あの宮城公園って言っても八戸市長の横ですよね。そうそう、宮城県の宮城じゃないですよ。三八って書いて城って書いて宮城公園って言うんですけど、うんうん、まあそこはまあ特にこれから桜の時期なんで結構桜も綺麗で名所なんですよ、はい、実は。はい、なのであそこは学校帰りにこう、まあ、
電車通学の人とか、ちょうど降りていくと、坂降りていくと本八があるので、なのでそこは結構カップルが溜まってましたね。実は私もその高校が東高校で、はい、東高校からこうまっすぐ行って、こう市役所通ると宮城公園があって、でそこでまあ男の子とそうお話をして、じゃあバイバイって言って駅の方向かったり、なんかバスの方で帰ったりとかするっていう人は結構いたみたいですよ。するって人じゃなくて、するって人じゃそのかちゃんが、はい、え、違う、私がってことではないですよ。バイバイって言って、ほう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 、この格好で、そういう時期もあったんですね。そういう時期があったわけですね。違いますよ、はい、なんでこんな恥ずかしい目を受けなきゃいけないんですか。だってもう最初からこの格好でそういうのを経験してたわけですよ。この話するとね、視聴者増えるんですもん。また100近くまで復活したしね。素晴らしいですね。そっかそっか。というわけで、なかなかまだまだ語り尽くせないって言いたいところなんですけど、実はね、観光の話しても結局ね、出てこないんですよね。発色センターぐらいしかね。鹿児島とかね、ちょっと弱いかなって感じがしますね。確かに。そこは多分いろいろ。青森ってあるんですか。そんなねぶたの時とかじゃない時に青森市に行っちゃって、どうなんですかね。意外となんか地元にいると分かんないですよね。分かんないですよね。さっき言ってたの、八戸行ってから、青森のねぶたを見るっていいですね。ああ、そうそうそう、いいと思うんですよ。三社大祭ねぶただからやっぱり夏とね、あと花見のシーズンとかにはね、これからゴールデンウィーク、ね、花見、今度弘前の方で、ね、青森市より、ね、あの南西の弘前が弘前城桜の名所なんで、公園は絶対行った方がいいと思いますよ。はい、そうそうそう、本当に、本当にあそこ日本一って僕は思ってますけど、そう本当にそう、桜すごいですよ。絶対行った方がいいと思います。なかなか、あの青森にね足を運んでくださる、まあ一番北なんで少ないと思うんですけど、青森まで来ちゃうと弘前は本当にすぐなんで1時間かかんないといけないね。そうそうそう、すぐです。はい、で新幹線ができたから八戸、青森間も交通の便も良くなったし、ぜひあのこの時期からね、本当に津軽の方まで足伸ばして、そうそうそう、春と夏と、で秋になったらこの十和田、そうですね、十和田に見に来ていただいて、八甲田十和田、そうそうそう、奥入瀬渓流を ね、ぜひあの見ていただいて、で冬になったら鰺ヶ沢でスキーをしに行くと、あ、その前にエンブリも、あ、エンブリ見ていただいてっていう形で、でも青森県って本当にこうやって見るとね、本当にいいとこばっかりなんですよ。そうなんですよね。あ、意外といいとこですね。そんな話をしたかったんですよ、今日は。とか言ってる間にね、もう1時間経っちゃうんですよ。そうまあ、さっきけど結果的にいい話に持ってきましたね。いやいや、青森市の魅力、青森県の魅力ね、ないと思ってたんだ、正直俺。地元、そんなことなかったね。というわけで、ぜひ皆さん、はい、そうですね、ぜひ皆さん、このぜひ皆さん、ぜひ皆さん、早草に乗って、早手に乗って、おすごい、こんなの用意してたんだ。早手に乗って、ぜひ行ってください。ちなみにこの早草って八戸に泊まるんですか。泊まるのもある。始発は泊まります。お、始発は泊まる。すごい本数少ないんですよ、はい、じゃあ、始発の早草に乗って、八戸に来て、三社大祭を見て、まあ、青森に行って、はい、ねぶたを見て、はい、帰ってくると、はい、いいですね。じゃ皆さん夏休み決定ですね、これね。そうですね、もう八戸だったら、あ、青森もそうですけど、やっぱり青森県自体が海産物がね、はい、やっぱりそうですね、いいので、やっぱり八戸だったらイカだったり、はい、青森だったらホタテとかね、はい、いっぱい取れますし、こうやってね、人が、人が番組を終わらせようとしてる時にこうやって動き出す人がいるわな。すごいすごい緊張。結構さっき怪しいとこ取られてたよ。あら、大丈夫ですか。満足しましたか。すいません、怖いよ。まだ満足してない。怖いよ。もう2時半になるとみんなちょっとテンションがない。ちょっとなんか、いやー、このテンションで朝を迎えると、せんべい汁なんかも、ありがとうございます。そうなんです。八戸といえばせんべい汁、 B1 グランプリいつも惜しいところまで行って2位とか3位とかなんですけど、せんべい、白せんべいを割って入れるんですね、鍋に、はい、結構美味しいんですよ。なんか水豚的な感じでもちもちしていて、とっても美味しいので、はい、駅とかで普通に売ってたりもするので、チットが、実はですね、はい、最近あの仙台の中心部で、あ、
あの南部の料理を、うん、南部地方の料理を食べられるお店を見つけたんですよ。いろは横丁にあの南部いろはっていう名前のお店があってですね、あのおかみさんが一人で切り盛りしてて、ほうなんかあのお吸い物風味のせんべい汁が食べられる場所あったんで、ぜひ皆さんいろは横丁で、あの足を運んでみてください。そうですね、うん、ぜひ今度一緒に行きましょう、はい、はい、そうですね、はい、はい、いうところですね、はい、はい、じゃあ気が済んだでしょうか。カメラが今どこを向いてるのかがすごい怖い。カメラマン、素晴らしいカメラがまた登場して、ちょっとね、すごい怖い撮影テクを、すごい怖い、そのカメラでこれ映せないですか。すごい怖い。マツさんが怖いよ。いやあ、でも青森ってあの、はい、なんだっけ、味噌なんとかラーメン、味噌カレー、牛乳、味噌カレー、そうそうそう、あれすごい気になってて、札幌感とかそうじゃない、そうそう、必ず行きますね、はい、食べたことないんだよね。河原、河原っていう店も出してます。ほう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 、わかんないや、それ大西ですね、味の札幌大西ですね、はいはいはい、はい、詳しいですね、ありがとうございます。じゃあそろそろ、そうですね、ちょっと30分超えてしまいまして大変失礼いたしました。はい、はい、あのこんな感じで魅力いっぱいの八戸と青森にですね、はい、ぜひ足を運んでいただければと思いますんで、はい、最後に一言じゃアピールして終わりましょう。はい、はい、ぜひ来る際は公共交通機関に乗ってできたら来ていただきたいなと思います、はい、まあ、車で来ていただくのもまあいいんですけれども、せっかくなのではやぶさまたははやてに乗っていただいて、まあ、いろいろ景色を見ながらとか、はやぶさだったらグランクラスですね。そうだね、はい、ファーストクラス的な感じのすごい乗り心地のいい席もありますので、そちらを利用して来ていただけたらなと思います。はい、もし私のお母さんを見つけたら声はかけないでそっと見守っておいてください。なんでお母さんの話できたの今。今ちょっとあ、そういえばと思って、はい、はい、そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、タイトル忘れちゃったよ、これからの八戸の話をしよう、はい、コーナーでした。はい、はい、ありがとうございました。これからも24時間配信は続きます。はい、まだこれから19時間ぐらい続きますので、そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。